はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザンババゾロです。そしてファミツアップ攻略班のタイガー桜井です。からのファミツアップ攻略班のヤボです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、いやなんか今日は出てるらしいじゃないですか、はい、出てると。フェンリルが、フェンリル、ファンレルが出てるらしいじゃないですか。いい発音ですね、ファンレルが。これは取りに行った方がいいっていう胸騒ぎがするんですよ、今日。狩りに行きます？狩りに。ゾワ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 狩りに行きます。さっきカイジの話したからって。カイジの原因の話はね、そのくだり関係ないから。ちょっとびっくりしたから。そうでしょ、カイジはいいんだろ。園長、はい、取りに行ってもいいか。取らなきゃ酔うの。取りに行こう。それでいい。じゃあ、はい、ね、行くしかねえだろうが、行くしかねえだろうが、ね、じゃあ、はい、ある意味桃源郷にね。じゃあ行こう。今日はちょうどね、今日僕ね、はい、ちょうどあれなんですよ、37日目なんですけど、ちょうどやっぱちょっとまあ切り替えじゃないですか、37日目といえば。バブゾーさんの年齢もそれぐらいですよね。うん、そうね、ちょ、良い子のみんなが勘違いする。そういうことだね、ちょっと。違います、違います。ああ、違うみたいな。ランクと同じぐらいです。え、なんかもう上がってくる。まあ。はい、じゃあ、立てますわ、じゃあ、僕がね。お願いします。はい、お願いします。いや、これ、フェンリル取ったのね、結構でかいっすよ。そうですね。そうっすね。まあ、なんで、じゃあ、ちょっと募集しますよ。はい。はい、じゃ今日は、桜井さんと宮坊氏と、はい、黒丸先生、はい、はい、黒丸先生、よろしくお願いします。今日はこっちにいるんでね。じゃあ究極、もちろん究極ね。はい、で私はエールソロエユ X 使わせていただきますので、これ強いですから。これ強いです。アンジリュークバリア、そして光属性、あ、違う、光属性耐性なので、こちらでね、はい、狩りに行きたいと思いますよ。うん、じゃあ誰に行こうかな。あ、ベロマル先生、早い。しかも、ビシャモンテ。早い。はいはいはい、やる気満々ですね、ベロマル先生。はい、大丈夫かな。はいはい。あ、幻獣キラーだ。テレビちゃん。テレビちゃんね。はいはい。テレビちゃんも多分僕が手に入んないでしょうね。うん。そう。いや、まだわかんないですよ。え、まだチャンスある。まだチャンスあります。チャンスあるから。調子悪い？出た。またそうやって会場のネタぶっ込んでくるから。そもそも。また、そこだろ？どこだろ？調子悪い。もう子供が。来た。さあ、じゃあ、行きますか。行きましょう。じゃあ、行きましょうか。早速、フェンリルを。ね。みんな会場ネタはもうそこそこにしててくださいよ。今、ベロナ先生がほら、子供がわかんないって言ってたから。ダメ、そんな。そうですね。大人のネタをね。まあ、これがきっかけでね。そうそう。さあ、じゃあね、行きましょうか。行きましょう。このじゃあ、あれでしょ、これバスケはまず倒すわけでしょ。バスケでもね、そうですね。バスケでもね。しかも、いまいちテレビちゃんに当たんなかったな。まあ。テレビちゃんの友情って何ですか？爆発です。あ、爆発ない。相性いいっすよ、シャナペット。あ、そういうことか。はい。だから今日はビシャビシャなんだ。そうです、そうです。ビシャビシャ。ビシャモンテ大好きです。みんなビシャモンテ大好きだけど、僕たち持ってないでしょ。まあ、しょうがないですよ。確かにね。まあ、最近リセットしたばっかだから。はい、まあ、最近でもないか。もう37日経ってる。そうですね。そこそこ経ってる。よしよしよし。うん。いいな。よしよし。なんか、自分が強くなった気になるね。そう、でも、フェンリルって実はここ結構難しいですよね。え、ここが？地味にここ、きついんですよ。あ、そうなんですか。なんか、舐めてると。怖い。ナイスターン。よし。一発満足しましたね。なんとか、2発目。さあ、じゃあ、ここは誰ですか？次はエル君ですね。え、それいい？これもバスケ君じゃないですか。ああ、じゃあバスケ狙いかな。これ入るか？入らないか。おー、惜しい。まあ、まんべんなく。まんべんなくね。でもほら、ハート出ないとやばいです。お、本当だ。でも、パーリア先輩時代から考えたら、ね、エール・ソレイユっていうだけでも結構違うでしょ。そうですね、多分。おお、おお、はい、うまい。同じダンク。多分、パワーギャラの4倍ぐらいステータス高いですね。うん、あ、そうなんだ。きっと。パワーギャラ先輩もね、だいぶ頑張ってくれたんでね。ほら、ね、あそこは厳重ね。おお、嫌われながら。お、強っ。さすがテレビちゃん。
そしてアンチワープ。アンチワープ。これもフェンリル狩りのためのね、モンスターのような。フェンリル狩りの申し子です。フェンリル狩りの申し子。なかなか日常生活で聞かないわ。山上さんはフェンリル狩りの申し子だね。なかなか言わない。さあ、これはいけるか。ダンクでやるね。ダンクダンクでしょ。はいはいはい。はい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 、はい。ここね、ちょうどいい感じにね、ワープのね、かわいいシンクスを倒して、はい、残して。あと、モンスターね。取るかなと。いや、これはいいな。気持ちいいな。いや、よしよし。倒した？倒した。倒した。いや、いいな。なんか、やっぱ、すごい、リラックスしながらやれる。一人だとね、もう、はい、いいね。ワンショット、ワンショットが緊張の連続ですから。でもあれですよ、ダメージロール出てきたら我々突っ込みましたね。よし、やめて。突っ込む線でやめてもらって。いないですかね。今ダメージロール出てこない。ワンちゃんあなたのテクなら避けれるでしょう。今度行きますから、自信満々で言われるもんね。さえる。ところで、ね、今カメ出てきてるのに、そう、それも思ったんですよ。ちょっとなんか、緩んでんじゃないですか。気が緩んでます。緩んでる。おさん、カメ出てますよ。違う違う違う、みんながね。違う、これ、ね、実際痛いから。でもね、大丈夫。なぜなら、ね、光属性耐性。なるほど。なるほど。今日はね、この余裕が、あの、カメに対する恐怖心、対する恐怖心を抑えて、あれちょっともう来た。はい。全然ちょっとストレクション溜まってないじゃん、これ。まだ、まあまあまあ、私の方です。おっと。お、これダンクいけた。お、いける。ダンク。いけ。おー、ナイス。強い。強いだ、これ。強い。強い。強我々しか言ってないから。でもこれわかんない。ここから、ここ発信で全国にこうね、みんな強い。よし、強い。強いですね。いや、坂井さん、これ強いですね。っていうのが入ってくるんで。可能性あります。可能性ありますね。おかしいおかしい。完全にでもね、あの我々だけのメールだから。さあ、吸い込まれて、から、おいおお読んでました、ここまで。今のは、はい、あの見ました、ね、未来予知ダンクですね。あの、俗に言う未来予知ダンク。予知ダン。予知ダンですね。出ちゃいましたってこと。使っていいですか今の。いいですか今の。未来予知弾。ずるいな。出ちゃったな。ちょっとこれ出すつもりなかったんですけど。そうなんですよ。見てますよ。特殊能力がバレちゃったよ。ちょっと未来予知弾。だから、死ですよ。消されます。消されちゃう。あいつ使えるらしいぞってなったら。なんか読み違うぐらい。能力者ですか。そうそう。さあ、おお。はいはいはい。まあ、ダンク気持ちいいっすね。なんかみんな最近ダンク使ってね、やってるから、はい、だんだんこう、ダンクレベルが上がってきてるじゃないですか。なんか小田さん今、ナメプですか？違いますね。じゃあ、マジな話ね、はい。手汗で滑った。手汗でもうね、ちょっと画面が今テカテカだからちょっと。まさかまた未来落ち来たのかと思いましたよ。すげーなんか手汗かいてる。ちょっとびっくりしたよ。ジェージがね、こうもう当てる気ない感じに外したから、ね、もうやっと僕たちびっくりしました。おっとっと、おやらかしました。やらかしましたか。ナメプですね。ナメプですね。これダンクいけるか。はい、ナメプダンク外れましたがシュンってやつエレクサメツ。さあ、さあ、ここみんな大好きダメージョルが出てくる。あ、ビットンか。重力バリアも買ってね。これはどうしよう。これこうだな。あ、でも待って、ダンクいけるのか。おダンク。あ、強っ。強だこれ。強だな。これ強だな。これはダンクポジ？お、ダンクポジっすね、これ。お、ダンクポジ。多分横から行った方がいいんじゃないですか。あ、でもいいですよ。いいですよ。弱点も入って。騒がしいな、これ。楽しいっすね。お、やった、大丈夫だ。ダンクは騒がしくなるの。大丈夫、イレギュラーワンでそうだけど。大丈夫。そうですよ。そうですよ。そうですよ。ケンチションと。ケンチションと。ちょっと、サクライさんテンション上がりすぎですよ、ちょっと。いくらフェンリルだからっつって。カラダさんと一緒に会えて嬉しい。嬉しい嬉しい。今日みんな様子がおかしいよ。ちょっとみんなバカになってるの。それでいい。怖いな、今日。今日なんか、ちょっとね、危ないですよ。今日、ジャンキーですね、結構。今日怖いな。
おお、またよちりました今。よちりました。よちりましたね。まあでも3択だからね。3択からの2択だから。確かに。そうですね。それはもう読めますよ。僕もね。ですね。はい、ダンクからのあれかな、ね、ダイレクトアタックかな、ね、おー、惜しい。おっと、あれ、ペロマル先生今。ペロマル先生。堅実なね、手堅い動きで、ね、人気のダンクショーペロマル先生が外しちゃいましたね。ベルマー先生も外すほど我々のテンションはおかしいと思う。でもあれなんですよ。ジャンキーになっちゃってるんですよ。今日は。今日は。ちょっと待って待って。テリーなんで。みんな頑張ろう、ちょっと。頑張ろう、そうです。ここは、ね、おー、しダンクダンク。ダンク。気持ちいい。気持ちダンク。これでも、ちょっとこれやな、ね。タンドリガクさん、これありますよね。フェニル。そうですね、5ターンですね、確か。2ターン。右上の、今4ターン。そうですね。ネクロンアタックになりますか。ネクロンアタック。あ、じゃあこれいこう。お、これは。はい。これは。おお、いいですね。ネクロンアタック。ネクロンアタック。意外と硬いなもんね。硬いですよね。30万ぐらいありますね。じゃあ早めに倒さないと。そうですね。エールソレイユがね、ここは火力がないってことないし。ちょっと難しいです。ダンクに行った。お、先生。クルマ先生。今日ね、攻めてますね。確かに。ちょっと今日冒険してますね。ジャンプなんで。お、これパブ。ここじゃないや。いつも出ちゃって。何度も出ちゃった。怖え。今日怖えよ。ここの辺から取り直しないそうで怖えよ。倒せるかな。これどうすんの往復で。往復で？よし。ああ、はいはいはい。あそこで。おぉ。おぉ、いったいったいった。時差あったな。はいはい。ここで馬場さんが一気にこのね、座も全部消し出してくれるでしょ。はいはい。じゃあちょっと、邪魔するお願いします。食べるか。なんか、縦の缶でもちょっと耐えられそう。硬いよ。ちょっとマジで硬いのこいつ。ネクロンだ。はいはいはい。まあでもこれはもういけるでしょ。お願いします。さあ、ペルマル先生。いただきました。おぉ。ナイスダンク。これでもホワイトリドルは結構威力高いでしょ。いや高いですね。いや高いでしょ、これ。とね、まあ、でもエールは、なんで待って、ウィングスブリューって菅光属性体質。菅光です。はい、ああ、それじゃないと意味ない。ベージー属性体質ついたら、ね、嬉しくないです。嬉しくないです。嬉しくないです。はい。ちょっと、出そうになりましたね。怖い。いや、はいな。よし、いた。え、あ、まだ、あと1体。1体残っちゃいました。これはどうしようかな。エリクスが、しとめ。しとめ。でない。あと一発。あれ、もう、はい、え、もうこれ、次で最終ゲーム。スピードオブリアなくなった。なくなりました。早いな。とっくになくなりました。なんか指笛な会話してたらもうなくなっちゃう。何もないでしょ。さあ、最終ゲージ。テレビちゃん、はい、お願いします。ちょっといいかな。そう、え、テレビちゃんだな。メテオです。メテオの本音、ちょっと意欲をね、面白いいただきたい、メニューには。あ、すごい、これで。キロ乗ってる。ほら、ドン。おすよ100万 !63 万ぐらいか。確かに強いだこれ。強い。お、まだいく。さらにダンクも持ってます。おぉ、ダンク、ダンク。メテオだけでなく、ダンク。うわ、強欲。おぉ、うまい。うまい。強欲。美味しいなぁ。見えました。見えました見えました。これ未来予知システム。ああ、これダメ持てたらよかったのにな。いや、これ私ね、攻めますよ。これでは、ダンクなのか発音せよ。バトボーン。おぉ、わぁ。あっせ、行き場のない。行き場のない。さまよってますよ。はい、ということで。できましたね。いや、そりゃそうでしょう。確かに。ね。はい、私のプレイヤースキルは、ね、劣れていませんかとね。そうですね。そうですね。いや、そうですね。って。落ちた、めっちゃ落ちる。おやったー、これでフェンリーさんが、我が、ね、軍団に、軍門に下ったわけですよ。やったー
いや、これマジで。え、これアンチワープでしょ。ワープ中、ワープダメなんですね。あーい、うまいわ。うまいっす。うまいうまい。あの、ね、バルキリーと一緒です。バルキリーと、はい、で、バルキリーといえばね、一番最初にね、弾いた星子だって言ってたら実は違ったという、あの噂のバルキリーだ。そうです。バルキリーね、あの時はね、本当に申し訳ない。申し訳ない思いでいっぱいです。あ、結局何だったんでしょ。あれは、結局ね、何だって、一番、さか、え、もう覚えてない。もう今は泣きやるんですよね。それ思い出してもね、何の価値もない。億件ゲットですよ。たまりましたよ。うめえ、うめえ。桜井さんとね。はい。我々のね、絆も深まり。はいはいはい。いや、ありがたいよ、これは。フェンリルはでかいですよ、本当に。え、でも、神化がそのダブラビいや、進化です。進化。はい。まあでも、重心力は、確かね、まだストックがあった。ちょっと見てみよう。ほら、2個ある。おぉ。いけちゃうな。でも、スライドだな。あれ、待って。これ、フェンリルの対抗のやつなんだっけ。フェンリルの対抗、違う、はい、ね。フェンリルのね、いるはずなんかその、ヘルとかの。なんかね、作ったんですよね。こいつだ。スルト。あ、スルトね。スルト結構強いんだよ、ね。結構強いっす。あ、そうか。スルト。でもまあ、じゃあ、一応、新力も致し方なしかな、でもな。今の多分、光の獣玉足りない。いや、5個ですよ。5個、うん、?5 個、何個あるから多分足りる。ああ、びっくりした。結構もうそのあ石がない石があ、ね、石がないですね。光重石ないですよ。え、マジで足りない。これ10個必要ですよ。これ曜日また曜日ドラえもんがいなくなったら今また曜日回るというね、はい、頑張ってください。曜日は手伝ってくれるかな。いいと思う。ペロマン先生やっぱ優しいな、ペロマン先生はな。さあ、じゃあいうことで我々ね、我々じゃねえや、はい、私ね、はい、まあ、ちょっと今フェンリルゲットしたということで、アンチダメージウォール勢が増えたわけですね。アンチダメージウォールアンチワークが。はい。はいはい。これだとどこ攻められますか。アンチダメージウォール、イザナギ、イザナギ。イザナギ。イザナギ。あ、イザナギいきますね。それ言い過ぎました。ちょっと言い過ぎた。言い過ぎました。ちょっと言い過ぎた。よっしゃーってなるかなと思ったら、いやー、ちょっと。なっちゃったから。これワープダメを取るかと。ワープダメを。あれじゃないですか。あれ、ほら、かぼちゃっす、かぼちゃ。メデューサのゴルゴン。ああ、そうですね。メデューサ行きますね。かぼちゃはワープない。あ、ワープなかったね。ダメージウォールだ。うん。まあでもダメージウォールついてるだけでもね、今僕、見分けとか、ね、使ってますから、あ、あれだ。ちょっと見分けからステップアップしようかなと。座敷わらし。あ、そうだ。座敷わらしが。座敷わらし。座敷わらしをじゃあ、倒しに行きましょうかね。ということで、まあ大体、程よい時間にやってる降臨は、お願いします、皆さん。うん。いつもお願いね。大丈夫受けても断ったとね。まあ、私にはで用事入るくせに。ということで、ね、いかがだったでしょうか、はい、またね、じゃあ次回もね、なんか挑戦していくんで、まあ、多分ちょこっとずつ強くなってる感じが皆さんにもね、伝わればいいかなと思ってます。でちなみに、2ヶ月目の目標はあれですか、ノーマルクエストを全クリですか。これ、リザノミじゃないですか。いや、イザナミはちょっと待って。イザナミちょっと、ヌナリション取ったらイザナミ。あ、オッケーです。じゃあ、それはスケジュールっていうのがあるから。そうですね。順々。そうそう、順繰り順繰り。そこはね、あれですよ。そうですね。一歩一歩ね、確実にね。ということで、いかがだったでしょうか。あ、やっぱり消えちゃった。ちょっと待ち受けがね。待ち受けが。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい、待ち受けじゃなくてよかったですね。ちょっと待って、これ解除できるかな。あ、カジノ。指紋認証。あ、危ない危ない。あらわだとかってパスワードが。ということでいかがでしょうか。いつものようにじゃあ、桜井さんの、ここに、ファミチャップチャンネル登録ボタンがあると思いますので、パソコンからご覧の方は、登録してみてくださいね。そしてスマートフォンからご覧の方は、この辺に登録用の URL だと思いますので、そちらからも登録してみてください。そしてファミチャップチャンネル、モンストの他にもね、いろんな楽しい動画あるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。ということで、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。